吉羽山淳之助は、北海道厚田郡厚田村出身の元、大相撲力士。第43代横綱。本名は池田淳之助。1920年4月3日に、北海道厚田郡厚田村で裕福だった網元の家に三男として生まれる。幼少期から、体が大きく、網元を営んでいたことから、家族全員が快力だったが、淳之助少年は特に体格も、 大きく、力も強かった。やがて不良が3年続いた末に家業が倒産してしまったことで、高等小学校卒業後は、北海道政党へ就職したが、学歴がないことで技術を習得しようと、1年発起し、単身で上京した。夜行列車で、上野駅へ到着すると2人の若い力士が迎えに、来ており、なぜか高島部屋へ連れて行かれた。 部屋に到着してから人違いだったことが判明したことで力士から謝罪を受けたが、高島の妻から熱心に説得され、そのまま入門した。四行名は就職予定だった北海道政党にちなみ、北東山とした。人違いから入門した異色の経緯でありながら順調に出世してゆく。しかし、1938年に盲腸炎を患ったことで生命の危機にさらされたが、 当時の名誉、吉羽小作による大手術で全開したことで、恩に報いるべく嗜名を吉羽山に改名した。幕下優勝を果たして重量昇進が目前だった1942年に召集され、戦地で少なくとも銃弾2発を浴び、そのうち1発は貫通し、もう1発は体内に残留した。日本国内には、吉羽山の戦死を伝える情報まで流れ、 高島部屋の力士名簿からも除籍されていたが、1946年になってようやく復員した。しかし、4年間の長きにわたって戦場に出向き、さらに銃弾を受けて死亡説まで流れたことも関係し、すっかり痩せて部屋に帰ってきた時は玄関板に幽霊と間違われたほどだった。復員後は激減した体重を元に戻すべく、胃袋とのあだ名がつくほどに食事を取り、 失われた4年間を取り戻すべく必死に稽古に励んだ。1947年6月場所では、東十両4枚目の位置で復帰し、同年11月場所でにうまくした。関分けで迎えた1950年9月場所は13勝2敗の、好成績を挙げたが、優勝決定戦では本、割でも敗れた寺志国に再び敗れた。 新関脇での13勝は15日制となって、以降は、小津島奈良男に次いで2人目で現在まで最多である。翌場所も13勝2敗だったが、寺志国が全勝優勝を果たしたために優勝支配を抱くことは、なかった。しかし、関脇で2場所連続13勝が、大いに評価されたことで、場所後に、鏡里清治と共に、大関へ昇進した。解禁すれば、 必ず二桁勝てる実力があることから、早期の横綱昇進が期待されたが、優勝がないことが災いして届かなかった。1953年5月場所は14勝1敗だったが、前頭6枚目の時津山慎一が全勝優勝を果たした。このように、吉羽山の土俵人生には尋常ではない不運と悲劇がまつわりついていた。 雪の全勝更新パレードで手を振る吉羽山1954年1月場所は今まで好成績を上げていながら優勝できなかった鬱憤を存分に晴らすかのように15戦全勝でついに悲願だった初の幕打ち最高優勝を果たした大雪が降る中で行われた優勝パレードは雪の全勝更新と呼ばれ全国から集まった相撲ファンが大喜びで吉羽山を見送っていた その吉羽山ファンたちの興奮ぶりは、昭和時代後期の高野花俊明、千代の藤光の幕内初優勝や、平成時代初期の若鷹フィーバーに匹敵するものだったという。吉羽山の土俵人生を襲った6つの悲運を乗り越え、場所後に横綱昇進が決定された。なお、横綱土俵入りは、当時から継承者の少なかった白縫い型を選択し、 指導は、高島部屋と同じ立浪、み、はじめ門の立浪みが行った。新横綱だった1954年3月場所は、急性腎臓炎、糖尿病により初日から全休となる。その後も左右両足の捻挫、銃弾貫通による、後遺症と足首に残ったままの銃弾の影響で、思うように白帽子を稼げず、横綱時代では一度も、支配を抱くことができず、 悲劇の横綱とも言われた。横綱在位3場所目で2回以上の球場は、昭和以降3人目という不名誉記録も作っている。それでも、市川歌右衛門に勝るとも劣らない、美男力士として人気が高く、従軍、戦勝の経験から、元軍人や昭和軍人からも人気があった。さらに、金骨隆々たる巨体が見せる、知ら型の土俵入りは、非常に、美しく、 左四つが得意だったが、力任せの取り口が目立ち、桁たぐりの騎手を見せることも多かった。若い頃から出世を争い、横綱昇進も非常に近かった鏡里清次との対戦は、美しさなら往年の梅形に藤太郎、日立山谷上門の対戦と対比され、特に人気を呼んだ。1958年1月場所。 ゼフフ町の吉羽山は中日を終えて3勝5敗となり、そのまま現役引退を表明した。なお、同年、1月場所で5勝3敗だった鏡里は、10番、勝てなかったら、辞めると発言、千秋楽を終えて9勝6敗だったため、偶然にも2人の引退場所が重なった。現役時代から一大年寄り制度を利用して、総日の木作りの吉羽山相撲道場を設立した。 引退後には、宮城野の名跡を譲られ、部屋を宮城野部屋と解消した。後進の指導には、非常に熱心で、部屋の師匠として、妙武谷に力信、道の久嵐行きを、広川泰蔵をはじめとする多くの関取を育てた。部屋の発展に関わるため、関取候補には、何としても上位に定着するように知ったして育てたと、いい。 平き親方がいなかったため、一時たりとも弟子から目を離せなかったとも伝わる。後に、白宝章を育てることになる竹葉山幕にも、吉葉山生存時の入門である。日本相撲協会では、理事として審判部長などを歴任した。若い頃から、返答腺に持病があることから並み入る力士でも、吉葉山はとりわけダミ声で知られていたが、 審判部長の職責を授かるにあたり、手術に踏み切って治癒させた。四季の花の部が、佐渡が学部屋所属の長谷川勝利氏と対戦が組まれたと知った時には、重量昇進がかかる大事な場所で、親戚同士を対戦させ、疑いがかかっては困ると割り返しを求め、これが認められて、両者の対戦が回避されている。1977年11月26日、 人不全のため、東京都内の病院にて57歳で死去した。日本相撲協会は、同年12月23日に、吉羽山の協会層を執り行い、戦後の大相撲復興の象徴だった吉羽山の功績を称えた。なお、吉羽山が、道場時代から使っていた宮城の部屋の建物は、相撲料理店、吉用となり、傾向土俵が現在も残っている。さらに、 吉羽山に関しては、上風正一も、素質を認めており、新入幕の時には、もし兵隊に取られてなかったら今頃は、大関だろうと言ったとも伝わる。吉羽山が亡くなってから約30年経った2007年、5月場所後、白鵬が大関で2場所連続優勝を果たしたことで、第69代横綱に昇進、横綱土俵入りの方は吉羽山が行った、知らぬい方を継承した。 白鵬は畜陽山の弟子であり、吉羽山の孫弟子にあたる。同年6月1日、白鵬が明治神宮で行った法納土俵入りでは、吉羽山が現役当時につけていた3つ揃えの化粧回しを使用していた。同点1回、辞典5回。ありがとうございます。